いいね。いかにもこの先に箱がありますって雰囲気じゃねえか。父さん、僕に来るなって言ってるのか。ユーリ、大丈夫か？何も知らなかった。父さんのことも一族のことも。シリウスの生き残りとして僕は全てを知る必要があるんだ。そうだろ、父さん！ユーリ、父さん、知りたかったことはあれで全部か。分かっただろう。満足したなら帰れ。待ってくれ。父さんが村を出た後、ドックビルは箱を狙ったヴァンパイアに襲われた。母さんもグスタフもみんな死んで、兄さんは僕を命がけで守ってくれたけど、そのせいでヴァンパイアに。父さんは僕らの幸せのために、シリウスの未来のために自分の命を。それなのに、こんな残酷な話があっていいわけない。だから不幸か。犠牲は大きかったが、封印することで世界の平穏は保たれている。今もこの先もだ。シリウスはいかなる混乱があろうとも箱と共に孤高に生きる。その古の誇りと決別すべき枷は俺一人で背負えばいい。父としてこの枷をお前たちに背負わせたくないんだ。分かってくれ、ユーリ。違う、父さん。違うんだよ。父さんは間違ってない。でもそれじゃ何も変わらないんだ。母さんが死ぬ間際僕に言ったんだ、生きてって。今ならどういう意味かわかる。生きて、父さんがやりたかったことを僕にやってほしいってことだったんだ。ユーリ、誰かの幸せのために他の誰かが犠牲にならなきゃいけないなんて間違ってる。だから僕は箱を封印する以外の術を探したい。僕は生きる。父さんが示したかった新たなシリウスの誇りが間違ってなかったことを証明するために。あんなに小さかったお前に説法を聞かされる日が来るなんてな。ユーリ、俺ができなかったことお前なら本当にできるかもしれんな。父さん、受け取れ。お前の出す答えを母さんと見守っている。父さん！なんだ？何が起こってるんだ？始まる始まる！来た。待ちわびたぞ、シリウスの箱よ。